はい、どうも、池江です。今日は、デイズ・オブ・ベスペリアやっていきます。前回の続きからやっていきます。前回ハルルだったかなの街のイベントを一通りやって、で一旦離れるみたいな感じのところまで進んでます。では続きやっていきます。なんか東の方に行くみたいな話だったよね。こっちか。おいや。力合わせていきましょう。カッコの中、今回の時間かな。1分ってことはないよな。まあいいか。こっちの方向だと思うんだけど、行けるとこねえな。こっちじゃねえな。じゃあもっと北の方から回っていくのかな。おい、不意打ち。じゃあちょっと終わらせようぜ。なんだこれ。なんかイベントがあればぶっ壊れて進めるようになるとかかな。なんだこれ。何これ何これ何これ。あ、地下の都市みたいなこと言ってたんそういえば。ここか。ここがアスピオみたいですね。アスピオか。足暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。街が洞窟の中にあるせいですね。太陽を見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。学術閉鎖都市アスピオ。入れるのかな。門番いるけど。通行許可証の提示を願います。許可証ですか。ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってる。中に知り合いがいいんだけど、どうしてもらえない。正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはず。その知り合いとやらかな。いや何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと。うん、やはり痛めだ。所管にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。ちょ、興味聞かないんだから。あのクレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか。施設に関する一切は秘密事項です。些細なことでも教えられません。クレンが来た目的に。もちろんです。ということはクレンはここに来たんですね。知らん。クレンなんて騎士は。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか。やめとけ。こいつらに何言っても時間の無駄だって。
めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそクレイに会うんです。俺はモルディオのやつからブラスティア取り返して、ついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。お、なんかある。なんだこいつ。なんかよくわからんけど、ハンバーグのレシピを教わった。都合よく開いちゃうね。壁を越えて中から開けるしかないですね。アイアン最終手段。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしても、モルディは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうですか？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。頼んでも無駄だって。カロル、何をしてるんです？嘘。ダメです、そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。まあ僕ぐらいだよ。こんなことまでやれるのは。ご苦労さん。じゃ行くか。本当にダメですって。グレンを待ちましょう。グレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。大体こういう時に法の規則に縛られるのが嫌で、俺次第にやめたんだし。でもじゃエステルはここで見張りよろしくな。私も行きます。開けたい。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないのに。クレンを追ってきただけなのに、いつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。
お、ソップ、そんな欲しいもん別にないんだよね。教えてくれるんだ、こういうふうに。はあ、いきなりパッと見てもわからんけどね。外だよね、きっと。やっぱりそうか。この街、なんか本がたくさんあるね。俺、あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。夜ってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エッセルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、エステル、行くよ、行くよ。読み出したら止まらないらしいな。なんです？これ、古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。ここかな？やっぱりここか。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。これ以上罪を重ねないでください。なら出番だ、出番だね。
る必要なかった。逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの。そりゃ、帝都の下町からブラスティアのコアを盗んだとか。いきなり何、私が泥棒ってこと。常識ってこと知ってる。ま、人並みに勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりしてあげく蹴りつきつけるのが人並みの常識。ちょっと、入れないでよ。ガキンチョもその子返しなさい。ブラスティア返しなさい。何よ。私、エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさい。え、あんたら何。ですね、このユーリという人はデートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それでコア泥棒の特徴ってのが。マント小柄、名前はモルディオ。何だよ、何だよ。確かに私はモルディオよ。リタモルディオ。四角校の情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ。だからそんなの知ら。その手があるか。ついてきて。お前意味わかんねえって。まだ話が。いいから来て。シャイク水石に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか。あいつ振られたんだな。外に出ますか。モルディオというかリタって仲間になるんだよね多分。あの表紙かどっかで見たことあるし。さあ行きましょう。終わり。
ケー。ラピードってアイテムの扱いが上手ですね。そうね。でも犬が可愛くて私は食べたくないわ。まあそう言わずにピンチの時には受け取れって言ってるぞ。これか。ここっぽいね。ここがシャイコス遺跡よ。なんかリタも声の感じちょっとイメージしてたの違うな。見た目からイメージしてたのとは。この方とか抜けれて宝箱とかあった。見えないところにはないか。地面に隠れた跡があって、あ、この像を動かすのか。発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど、来て正解だったわ。なら早く追いかけないと。これを動かせばいいんでしょ。まだ地上見とこうか。なんか宝箱があった。ハープガード
ダリオもそうやった。エステリオか。結構上がるな。圧倒的に一番防御高いじゃん。もうないのかな、上も。なさそうだね。向こう側、あ、いけないか。じゃあ中行きましょう。すごい冷めてるね。リタってすごいです。あんなにきっぱりと言い切れて。何が大切なのか、それがはっきりしてんだな。私はまだその大切がよくわかりません。適当に旅して回ってりゃ、そのうち嫌でも見つかるって。遺跡の中って外とは全然違うんですね。なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カーロルの初めてなんだ。まあね、僕の専門は魔物を狩ることだし。あ、これなんだろう。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ。罠とかあるから。今、何かカチッて落としませんでした？危ない、カーロル。ワイ、余裕なかったせいやりすぎた。これじゃあ罠にはまった方がマシだって。おお、いっちょやるか。分かれ道よかった。宝箱の方これで。
術を発現する。その魔術を調整するのが両者が揃ってブラスティア。ブラスティアはそれぞれ異なった性能を持ち、その性能を表すのはコア上に現代技術でコンテナの生産は可能だが、コアを再生不可能である。要するに発掘品を使うしかないコアは貴重ってわけだ。泥棒が盗むのは当然だ。そうでもないよ。エステリーゼが言った本の内容はちょっと古いの。古いってどういうこと？発掘品より劣化はするけど、簡単なコアの復元は成功してる。本当ですか？だから私なら罪なんてバカな目はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね。それが魔導士よ。立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。口では何とでも言えるもん。その辺に使えるブラスティアが残ってるかもしれませんよ。うわぁ来たか。一丁やるか。次どいつだ。本気出しちまったな。お、昔の人間はこんなリング一つでいろいろなものを動かしてたのかね。ええ、この遺跡だけじゃなくて他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。あれかさんと違ってね。でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。信用されてるんだ。あんた以外に交わした。僕に任せて。
経緯。別に中ボス的な感じでもなく、別に強くなかったね、全く。まさか編成を乱されるなんてな。行くぜ。後ろにいたのに、いきなり。力を合わせていきましょう。なるほど。ちょっと揉めてないで。また来た。さっき貸したのであれ撃つの。あ、ほらよ。今のうちに。あ、混乱するんだ。リング当てて放置して逃げることもできるのか。進めちゃうのすぐ行き止まりかと思ったら戻ろう。こっちが正規ルートだったか。
だから上も通れないのかな。じゃあ確認だけ。てっきり穴が開いてから通れるのかと思った。来やがったな。これめっちゃ多い。まあ、やばい、エステルが。エステルがフルボックスされてる。ないか。でもやっぱ通れないんだね。なるほど。じゃあやっぱり正規ルートは上だったんだ。正規ルートへ行きます。参加しなくてもレベル上がるんだ。あの天井が崩れてきたりしたら、私たち生き埋めになってしまいますね。何、何不吉なこと言ってるの、エステル。本当にそんなことになったら。バカっぽいわよ、あんた。そんな弱な作りたわけじゃないでしょ。エステルが変なこと言うから天井が崩れて。あれ？はぁ、悪い。足元の石につまずいちまったな。わざとでしょ。ユーリ、意地悪です。さっさと用事を済ませて、早くこんな遺跡から出ようよ。ルートは、え、押さないんだ。
あれどこ？あ、ここ？お？あ、う？あ、ここか。あとは？どっから行けるんだ。油断は禁物です。変わってないんだ。開くようになったのか。関係ないよな。どういうこと、どういうこと。積んだ。わからない。ここに行けないもん。ちょっと待って、どうすんの。わからん。どうしよう。一回外出るか。とりあえず一旦出よう。で、なんかちょっと眠くなってきた。眠くなってきたんで。一旦ここまでにします。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。